もしもーし、聞こえますかー <coughs> もしもーし、聞こえますかーよろず… <coughs> 遅くなってすみません。ドル円見ていきましょうか。<coughs> ドル円…な何これ。 ちがいあげ <laughs> だってさ先週の金曜日雇用統計終わったじゃないですか FOMC も終わってねこ,ここまで下がったでしょ <laughs> 雇用統計ちょこちょこっと上がったんだけど内容良かったんだけど下がっちゃったんですよねでこう200200 200移動平均線まで来たんですよ 4時関数のね、5 2 0 75。で、まあ、こう、デッドクロス出てると。で、まあ、デッドクロス下が,下がりましたね。ええ。で、こう、もじもじしてました、確かに。うーん、まあ、今週入ってね、月か、月曜日か、月曜日、もじもじしてて。 昨日か昨日の前ですかバック開け <laughs> 元戻っちゃいましたね <laughs> <laughs> 元戻っちゃってまたこのレンジに戻りましたねレンジボックス戻りましたね <laughs> 上上がるんですかね まあ僕も、これからね、アメリカは量的緩和縮小と、<laughs> 利上げが始まるからね、まあテーパリングですよね。だから、奴隷は上がらざるを得ないということで、こう上をね、まあ118円。<laughs> を目指すすと思ってたんですよね今,今114円ですからあと,あと4円400ビュープスいくと <coughs> と思ったんですけどこれすごい下がったからまあショートでショートでれたけですよねずっとロング入れててロング入れてて これで500マウス。500マのマイナスですよね。ロングリッチね。あ、そうそうそう。これロングリッね。で、ここ辺でショート入れたんですよね。ここで止まってたからね。したら今度、これ。もう100ペペスで止めてたんで。あ、そう。また500万だよ。もう。 まあ両方 <coughs> 1000万ぐらいねまたやられました難しいね今年はね、うん、今年は難しいどんどんお金減ってるね目線を固定しなくちゃいけないよねうんでもさ こんだけ、レンジブレイクしたじゃないですか。プロポリス、辛いな。まあ、約100ピプス。100ピプスもさ、レンジブレイクしてるわけですよ。で、まあ、一番上から、ここら辺からね、見ると、150ピプスぐらい。 え <coughs> あ、?50 ピプスだレンジブレイクねただからさいいかなと思うじゃないですか <coughs>、まあ、こんだけねブレイクしてれば あのロング目線からショート目線こうなんだなっていいよねまた100ピプス戻ししちゃってさ何もなかったような顔してるからねこうやってねみんなお金なくなっちゃうよねこれおおピンタだよね トリプルピンターだよね、これ。まあ結局ね、まあどういう人が <laughs> 儲かってんのっていうと、まあ週足なんですけど、まあここが1月一日ね、一ね、一番下、1月2日か。逆に、ね。 んぐん, <laughs> んぐんぐんぐん上がってるだけでロング勝ち方、押してる人が勝ちなんですよねでまあここを例えば400ピプスとか落ちてもこ,ここまで落ちてこないからでどうせ上がるしね でもやっぱり経験しかないよね。ここは、ここは4年前で、ま、トランプ大統領が就任した日だから、バ鹿あげして、118円までいったと。 まあだからある意味そこがまあちょっと低いけどこっちはねも大体一緒だからここの118円までいく,いくはずだとね同じ大統領主任だからねそういうふうに読み切った人だけが勝つんだよね読み切り読み切りだからいわゆるファンダメンタルの先のまあテクニカルっていうのがあって ファンダメンタルがあるでしょう。まあ、その先のなんて言うんだろうね、これ、エモーションっていうのかな。まあ、経験値っていうのかな。エクシビションっていうのかな。経験だから、エクシ 経験で直感っていうのかな直感、はあ、直感が大切でそれしかもあ揺るぎない直感ねここであ上上ってもう来たんだと思ったら、まあ、途中からでもロングに切り替えるとそれ何があっても動かさないとで最終ねっ おっこってきたら今度ショートだじゃなくてここだと大統領だからねここだとでここまでやっぱりガチをするとまあこの直感ですねテクニカルでもなければ日々のねテクニカルでもなければ日々のファンダメンタルでもないとまあこれが日々だとしたらまあ 学習のねファンダメンタルでもなくて直感まあねんだよね <coughs> あっ粘体の直感まあトランプライトではこう落っこってきてるだけだよねでまたこう上がって落ちるのか上がるのか 横なのかあるよねまあこういうのが大切になるっていうのは、まあ、今回ねよく分かったかなと思いますまあその前はまあ ブッシュ大統領だっけ違うな。まあその前はもう日本の安倍さんだよね。安倍さんがここら辺から自民党交代して、まあ一旦良くなったんだけど下がっちゃって、まあアベノミックスってね、やってね、とにかく株と為替を上げようってことでね、まあ、ずっと上げたんですよね。ここと一緒だからね。 ほとんどね。だから前回はどこまでっていうのがあるから、ここ、だからここと。アベノミクスでここをね、ロングって入れたら、落っこってきちゃっても、ちょっとロングだなと。ここ行くまでね。前回高値までね。まあ、こういうとこでグーンと下がるからね、これね。まあ、こういうのびっくりしちゃうから、普通だったら。 1000ピップスぐらい下がってるからね。10円ね。1000ピップスぐらい下がってるから。105円がさ、95円になっちゃうわけですよ。ね。それでも持ってれば上がっていくから。ね。だからその日。そうだね。だから。まあ、安倍さん後半は何もいなかったけど。 まあ菅さんも何もやってねえと。まあ、それでトランプ大統領の金融政策の方が強くなってきたんですよね。<laughs> 結局、まああの、トランプさんも Twitter で毎日金融発言してるからあの大きな為替変動はなかったわけですよねあの。ヘッジファンドが細かく修正していくから。 ゆっっくりててきて終わりだったんですよ、ね、まあこれはあのトランプさんのツイッターを用いた経済 <laughs> 活動っていうのは良かったかもしれないね。安定してたからね。こんなリーマンショックで下がってねアミノミクスで上げてねわざとねこれきつく <laughs> きつかったけどまあ結局 まあ、FX トレーダーにしちゃよかったかもしれないね。ガチをしてればの話だよ。まあ、結局、でも、こんな風に見えてもね、上がって、ぐわーって下がるから、こういうところで入った人ってのは全部狩られちゃうわけですよね。もっとこう、がっつり入っていかないとしたからね。うん。まあ、ここら辺の人はいいですよ。この辺からロング入れば、こ,こんなとこ来ないからね。 下がってもこう,こういうとこですからね。こういうとこですから。うん。だから、こう、早めに入ってもいけないし、ね、こうやってグーってくる。<laughs> これ、第2回目でね。あれば、まあ、こんな感落ちないわけですよね。こうやってね。だから、運って運なわけですよね。うん。まあ、ビットコインもそうですよね。ガーンって下がって、 1回 <laughs> 目250万まで行きましたけど、ガーンって下がって、まあ、40万ぐらいまで下がってね。で、みんな、まあ、涙流しながら売りましたけどね。でも、別に持っちゃよかったわけですよね。今、750万にな,なってますからね。だから、チャート見た、チャート見ちゃってるとね、なんだって言って、売,売った方がマシだってなっちゃうから。 で騙されたら騙されたってなるんだけど、後で見ればさ、ああ、刑務所入っときゃよかったなと。睡眠、ね、寝てりゃよかったなと。まあ、睡眠投資法とかね。<laughs> 刑務所投資法って言うんだけど、まあ、刑務所入ってればね、パソコンもないからさ、売れないわけですよね。うん、わかっててもね、値段が下がってきても売れないわけ。 で、今度出所する頃にはね、まあ、もう750万とか800万とかね、1千万とか1億になってて、ああ、売らなくてよかったな、と。<laughs> まあ、これ、刑務所投資って言うんですけどね。まあ、あとはね、あのー、まあ、僕ね、今日ちょっと、<laughs> まあ最近すごい元気になってきたんですけど、うん、あのー、 まあ株とかさ一緒だけど為替 FX ね、まね、あ、先物とかさあるけどいろいろねあるけどまあこういうのは永遠なんですよね永遠に上がったり下がったりしてるからまあ心も体も疲れてさうまくいかないとほとんどうまくいってない人が多いから。 ああどんどんお金吸い取られてお金溶かして終わりなんですよね。でこれは <laughs> ビットコインなのか相通貨も一緒でね。あの今は高値だからいいだろうっていうわけじゃなくてまあ高値だからねいつ大暴落するか分かんないから。<laughs> 怖くて買えないよね。 怖くて買えないしやっぱりビットコイン FX なんかさや,やった場合には、うん、今あれば4倍までは日本は行けますけどまあすぐねあのゼロカットされちゃうと思うんですよね <laughs> 保存するからもうやめた方がいいですねまあこれはもうずっと何年もやってきたけどできねえと。 いやもうできないの何もかもね、大損してね、中野さんどうしてくれるんだって話ですよね。で、やっぱり、まあ、これね、いわゆる、まあ、金利で儲けるのか、あの、さあの債権で儲けるかって二つあるじゃないですか土地。土地なんかもそうだけどね、土地なんかも貸して儲けるのか、土地が高くなったときの、まあ、 売り買いで儲けるのかってな、ね、2つあるじゃないですか。で仮想空間についてはも,もうまあ貸して儲けるって金利で儲けるってあるんだけどまあ今さ偶然にも NFT ね、聞けば聞くほどわかんねえよってなってるんだけど <laughs> <laughs> まあ なんキャラキャラクター映像とか、まあ、いわゆるアイコンですよね。アイコン。とか、プチ音楽ね。ゲームの音楽とかね。まあ、写真なんかでもいいですしさ。まあ、あの、いや、全部一緒ですよ。あの、プロのね、写真家とか、音楽とかね。 NFT まあ市場っていうのができてて儲かんないでしょと株なんて FX なんて先物なんて仮想通貨取引なんて儲かんないでしょってねえビットカイン FX もかんないでしょって中で草コインなんか特にないでしょってね 時間かかるからね、これ3年とか4年とかね。ないでしょっていう中で、まあ、ほとんど運なんですよねう。運がいいか悪いかなんですよ。うん。運によって左右されるんだよね。だから <coughs>、運と努力は、まあ、相反関係にあるってよく言われるけど。 努力一筋によってね、努力すればするほど、まあ、お金がもうかかっていくと。まあ、そういうのって、あのー、人間って好きじゃない好きだし大好きだよね。まあ、勉強するしたり、資格試験取ったり、いろんなことを、ね、あの技を磨いてですね、まあ、それで就職できたりね。 お客さんに物を買ってもらったりっていうのが,ううのが一般的な考えだから最初はあの全然売れ,な売れなくてもねそのうち10円20円って売れていってしまい、あ、には10万円ね1個10万円100万円でね売れていくとまあ今ねそういう、まあ、まあつまらないアイコン、まあ <laughs> ね、保育園児が書いたアイコンが1200万円で売れたとかね、まあ、たまたまねアメリカの有名なスターがねそれを買ってツイッターのアイコンにねいやあの加えたらみんな買い出しちゃって、ね、1200万とかになっちゃったとかね、まあ、そういう、まあ、いあのバブルが、まあ、嘘のような本当の話が流行ってるわけですよねなぜかというと <coughs> まだプロが参入してないからなんですよ。プロがね、まあアイコンだったらアイコン作る、まあ専門のイラストレー,トレーターとかいるわけじゃないですか。まあ漫画家とかね。音楽だったら音楽作るまあ天才がいるわけじゃないですか。写真はね。写真は写真でそうだし。まあこういうですね、 まあデジタルですよねだからおゆ湯飲みとか茶碗とかね彫刻とかじゃなくてまあそういうのも、まあ、3D 絵画っていうのがあってね 3D 立体彫刻とかっていうのを作るソフトがあってまあその 3D で作ったお茶碗とかねあの 仏像とかっていうのもバイバイしてるわけなんだけどもこれはいわゆる努力ですよね努力音楽作ったりねアイコン作ったり今、まあ、可愛い女の子とかねあと写真もですよね写真もバシャバシャ撮るだけですけどまあ富士山とかね綺麗ですよね努力によって開花するわけですよ こっちのですね、まあ、努力によって、えーまあ、お金儲けできるよっていう、まあ、金融投資、まあ、ほとんど金融投資っていうのはう今まで産んできたんだけどたまたま <laughs> 時勢が良かったよってじゃなくて努力によってですね、えー、金融… 金融投資、まあその中の仮想通貨投資ですよね。その中、<laughs> 仮想通貨投資の中の、まあ、NFT ですね。は努力ですよね、僕完全にねいい。いいものを作れば高く売れるわけだからね。これは、あの、まあ僕完全にね、やっていこうと思いました。で、まあいわゆる普通の人でもいいしね。 シェフでもいいしまああのクリエイターイラストレーターとかクリエイターとか音楽クリエイターのとかまあいっぱいいますからね写真クリエイターとかねまああとは素人の人でも全然いいしね、うん、保育園の保育園のね3歳児が描いた、ね、カエルの絵が1200万とかで売れてますから。 いろいろねあの、調べながらですね、こっちの <laughs> NFT の方で僕もちょっとあの稼いでいこうかなと思ってるし、<laughs> NFT コンサルティングもやっていきたいと思います。それではね、今日はどうもありがとうございました。失礼いたします。ありがとうね。